こんにちは、平井弘明です。最近ですね、こういうフリースタイルな感じでやらせてもらってます、はい、で今日はですね、狙ったところに打つのとまっすぐ飛ばすのどっちが簡単ですかということを質問としてもらったんです。狙ったところに打つ方がゴルフは簡単です。まっすぐなボールを打つ方がゴルフは難しいです。なのでそれ今日やっていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。ターゲットが決まっててそこへ打とうとした方がゴルフって簡単なんですよ。それは自分の意思としてもそうですし、ターゲットが明確なのでそこに対してボールを絶対こうやって運んであげるっていう風に打った方がいいです。あとは別に球筋関係ないので、フックボールが得意だったらフックボール、スライスボールが得意だったらスライスボールって言って、高い低いもそうですけども、得意な球を打ってった方が絶対ゴルフって上達するし狙ったところに行きやすいんです。ただストレートボールってどんなミスもほとんど許されないっていうのがストレートボールなんですよ。もちろんフェースアングルがちょっとでも狂ったら曲がりますし、スピード感だってスピン量だってなんかがちょっとずれてたりするとボールっていうのはもちろん曲がります。なのでストレートボールを打つよりも狙ったところにボールを運んだ方がゴルフっていうのは簡単なので、考えをちょっと変えていただいた方がいいですよ。だから一番難しいのはターゲットに対してストレートボールで打つのが一番ゴルフって難しいです。木がなくて普通にボールが打てる、曲げても打てる状態であれば、自分の得意な曲げ球、曲げてボールを打ったりとか、例えば大げさ転がしたりとか低い球、そういう自分色のボールを打ってあげた方が絶対優しいんです。なんでそういうボールの内訳も大事ですし、それを普段からもちろん練習でやることも大事、あとはそういう球を自分で見つけるっていうのも大事なんです。それをコースでやっていただいた方がいいです。特に林の中から出すショットとかですね、そういうものに対してもすごく有効になってきますので、いろいろ球をいじった方がいいですよね。打ってみますけども、あの150のグリーンに対して今ちょっとアプローチ風の構えして、このまんま方向だけですね、これでフェースを150向けてストレートボール、若干フェードしましたね。これも若干フェード。これドローですね。4球目でやっとストレートボール出ました。4球かかりましたね。わざとじゃないですで次に僕ドローヒッターなんで、ドローボールで150、いいじゃない、まあまあいいじゃない、うん、これもいいね。最後じゃあ看板に当てられれば、うん、3球連続、要はドローをかけに行ってドローがかかってターゲット方向に飛んでってます。ってことは寄る寄らない別として、ターゲットに3球打って3球いってるのと、ストレートボールを打とうとして4分の1だった、4球目にやっとストレートボールが出た。確率の問題で言うと、自分のボールを曲げて打ってまっすぐじゃなくて、とにかくターゲットだけに打つっていう方に専念した方が確率がいいですよね。そういうことってゴルフって多いんですよ。これはパターはちょっと難しいかもしれないですけど、ボールを浮く空中戦に関してはこれはできます。なのでぜひドライバーからウェッジまでこういう風にわざと曲げる必要はないですけど、自分の得意な球筋をターゲットに対して打ってあげるっていうことが大事になってきますので、そういうことを普段の練習場からやっていただいて、ちょっとできたなと思ったらコースでトライしてもらうっていうと楽しくなりますので、そういうゴルフの仕方を勉強したらもっともっとゴルフが楽しくなると思いますので、ぜひやってみてください。これはわざと、うん、その曲げて打って、うん、ヒッターだから、うん、ドローでそこにもめがけてると。そう、これね、俺8割曲げてる。わざと曲げる。そう、10球試合で打つとしたら8球曲げる。あ、まっすぐはわざと打
とうと思った時しか打たないんだ。そうだから俺からカメラに打つとしたら俺のまっすぐはこれがまっすぐだからストレートボールを打つ方が違和感がある。黙って目つぶってパンって打ったらこういう球が出る。ああそういうことだよな。そう考えなかったらそれが出るんだ。そうそう。でも黙って打ったら両方出る可能性があるんで、それをもちろんわざと打ち行くけど、でも一切負担にはなってない、ストレスもない。それがそう自然、それがドローヒッターだから、こういう球を打ってた方がすごい気持ち的にも楽だし、ドロー打っててボール止まんないなと思ったこと一回もないのよ。2013年の総武で日本プロやった時もコンパクション27っていう数字だったのね。コルクと同じぐらいのグリーンの硬さ。でも全然止まってたから、だからドローだから止まんないとかって俺は経験したことないから、全然ドローの方がいいでしょっていう感じなのね。ドロー止まんないって言われてるの。そう、ドローの方が止まんないって言われてるんだけど、本当申し訳ない、ここですよねで言うでも特別スピンを入れて止めてる意識はゼロだから、多分ここじゃないのよ、普通に止まるだけなの。あ、でも別に気にしなくていい。そう、気にしなくていい。どっかの練習場で誰かが多分言い始めたんでね、ドローは止まんねえって。でフェードの方がスライスの方が止まるからスライスで打てとか、誰かがどっかで言い始めたと思うんだけど、そんなこと俺思ったことないんだよね、ドローで止まんないなんて。だから全然そんなこと気にしなくていいし、だったら伊沢俊光さんとか世界一のフェードのスイングって言われて、マスターズ4位になって、それをそのドローに変えたんだよね。あ、そうなの。そう、多分そんなことしないと思うんだよね、ドローがダメって言われてたら。うん、まして世界一のフェードって言われてたのに。そうだね。そう、変えないじゃない。うん、で多分そんなんだったらドローヒッター優勝率相当低いと思うんだよね。でもそれでも勝ってるから関係ないんだよね。それはトーナメント出てる方なんかはその止めに行く技術もちろんあるし止めに行くだろうけど、でも俺なんかでも全然関係ない。日本プロ出た時も他のトーナメント出た時もドローで、あー、やっぱドロー やめとけばよかったなと思ったこと一回もないから。関係ない、止まるし。だから自分の持ち玉を持ってた方が絶対有利だから、ここぞという時にもう手札ですよ、最後の切り札じゃないけど、それでダメなら諦めつく。うん、完璧なショット打っててそれでダメならしょうがないし。自分の人生の中で一番完璧なドローを打てたのは太平洋みのりのその勝った時の2日目の11番のセカンド、覚えてるの。そう、161ヤード8番や、うん、右奥ピンで右のグリーン外からドローでピンに刺してバーディー取ったのね、11番で。そう、それ俺多分ね、自分のベストドローはどれって言ったら多分それあげる。あ、やばかった。で隣のホールぬかがが折り返したりして、うん、あれお前って言われたみたいな。そので俺っつったらこうやってやってくれた。そんなに。そう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 。あ、じゃあ他から見てもだと思うよ。うん。うん、ああいうその思い出っていうか振り返ってパッて浮かぶショットって全部ドローなんだよね。ああ、そうなんだ。そのホールインワン4回も全部ドローだし、だからなんだかんだドローに お世話になってそう。でもそれぐらい数多く打ってきたってことよね。自分のナチュラルがドローだから。まっすぐじゃないんだよね。そう、まっすぐじゃないの。トーナメント見に行ったことある人は分かると思うけど、ストレートボール打ってるプロって少ないの。練習場とかでこうやって後ろから見せてもストレートボール打ってる人結構いるんだけど、コースで、あ、コースで、そう、試合中にドストレート打つ人って数少ないの。みんなこうやってバーンって出てこうやって落ちるから、そういう持ち球を持つってことはすごい大事だから、ストレートボールを打つ方が難しいんです。この間の動画でも言ってますけども、球は曲げてください。スコア出したかったらやっぱり自分のわがままのボールを打った方がいいと思います。では以上になりますので、最後までご視聴ありがとうございました。